いぞ。あ、海鮮ミックスやから。よいしょ。これに、何やったっけ、塩コショウ。ありがとうございます。ただいま5時52分。いや、自由お散歩だよ、自由お散歩。楽しそうだね、朝から。よかったね。来た。猿が喧嘩してる。もう猿めっちゃ多い、ここ。ようさん、猿降りてくるな、山から。あれ、雨のはずなんやけどな。ずっと曇りで、なんとか頑張ってはるで、天気が。ただいま9時。そしたらちょっと朝食の方を作っていきたいと思います。火起こしからか。あ、焚き火台使いて、アルコール使いて、ガス使いて。でも今日は薪で全部料理するので頑張ろう。はい、おはようございます。いや、何回言うてんのか分からへんけど。ああ、やっと目が覚めた。ご飯作っていきたいと思います。よいしょ。はい、そしたらお水、これな、あんまりな、使いたくないねな、焦げるから。アルミがいいよ、やっぱ白カップは。これベルモントのチタンと、あのベルモントの蓋、こうなんですけどね。いや、何回も焦がしてるから、もうチタンはね大変。よいしょ。ちょっと茹でます。およ、それでは出来上がったかな。よいしょ。よっ。ああ、思った。蓋オープンな。もうちょっとかな。ちょっと釣ってみるか。え、もうちょいやな。出たな。はい、はい、オッケー。あ、美味しそうな味がしてる。よし。あ、何してんだべかな。完全にあれ休憩しとんの。いいよ。野生化してるで、なんか知らんけど。あれ、ここどこ行ったの。あそこにおるわ。よし。はい、そしたらそろそろ、いいよ、いいよ。もうちょっと下ろされるのか。うん、よいしょーい。お、いい感じで出来上がったと思うよ。ほら、
これできたできた、よし、したら黒瀬スパイスを振る、よし完成、じゃんじゃん、よし、あ、これはうまいやろ、よし、あ、おいしい、めちゃめちゃおいしい、今食べたら、よし、あ、これでご飯食べたいと思います。ご飯というか網持ってきてないからパン焼けないの網忘れた、いらんけど別に。ごちそうさまでした。さあ何しよっか、雨降るつもりやったからやること考えてなかったけどな、なんか作ろうかちょっとなんかしたいと思います。ちょっとお湯を沸かすにも楽しいね。おかげさんで真っ黒になるけど、ねえ、枝、その辺に落ちてる枝をいっぱい取ってきました。これでも十分いけるかな。でもちょっと湿気てんだよな。にゅーって、おー、煙煙煙、もうちょっと乾燥してればな、このまま煮炊きに使えるんやろうけど、時間かかるな、これはな。あ、これでいけるんじゃない？はい、こんな風に切れました。いや、いいね。その辺に落ちてるもので十分なんか使える。薪とか、まあ薪は薪なんやけど、あの乾燥してる薪をそのまま使うのもいいんだろうけど、炭はまあ持ってのほかやけど、その辺に落ちてる枝とか集めて燃やしてる方がなんか楽しいあのね、こう水分含んでるから、水分が蒸発してから最後ボッて 火がつくのね。その瞬間がすごく楽しい。うん、なるほどって思うよね。さあ、これでちょっと火を大きくしていきましょう。こんなちっちゃいけどな、でも楽しい。この水分がちょうど抜けていく、このシューっていう音がいい。ちょいね、なんか俺を置き火にできたらお湯すぐ沸くよね。巻き割りしてたらかけたもう巻きにしちゃいましたけど、まあ、これやっぱ大変やな。毎回毎回なんか火炊く時に巻き割りせないかんっていう。で、昔の人はこんなんやってやろうな。今日はちょっと五徳を使います。時間、まあ時間は時間やけど、ちょっと作ってみました。もうこれでいいかなと。よし、さあ、こんな感じも思うかな。焚き付け用はできたので、あと薪がねそんなにないから、パッパと料理してパッパと食べたいと思います。雨降ったり止んだりですね。
今は止んでます。さっきパラパラ降ってましたけどね。凝ってきましたな。木が凝ってきた。お、ええ感じじゃん。床ができたので、タコのアヒージョを作っていきたいと思います。タコ。よいしょ。煙。タコ焼きぐらいあるのこれ。めいで、なんでこっち見ちゃうかね。そっち行っとって。よいしょ。全部ぶち込むか。今さっきまで向こうやったのに、目痛い。開けてられへん。全部切ってやったもん、めんどくさ。なんで今回だけ五徳使うかというと、パン焼くから焦げちゃうのね。だからそのまま乗せてもいいねんけど、全部端どこ行った。わ、うまいぞ。あ、海鮮ミックスやから。よいしょ。それに何やったっけ。塩コショウ。塩コショウ。おー、ええことしてきました。不思議だ。ギューッと、ええ音してきました。それでは蓋オープン。なあ、うまそう。強烈にうまそう。熱っ。おきびでやりたい。よいしょ。はいよ。はいよ。あかんあかんあかん。火ついてたら燃える。こいつなんとかして。ああ、オッケーオッケーオッケー。それでいい。やりたいね。よいしょ。よいしょ。逆やな、これ。よし。さ、お、いい感じ。いただきまーす。よいしょ。はい。いただきまーす。
うまっ、うん、うまい。うん、タコ美味しいな。やっぱイカよりタコよな。うまいぞこれ。うん、辛っ、全然うまい、うん。それでは盛大にキャンプファイヤー盛大って言ってもさ、あと5、6本薪が残ってるから、それ全部燃やしてしまおうかなと思うだけで、大きい薪は大きいなやっぱりいつもちんまりちんまりしか使わんから、なんかもったいない気がするわ。はぜるはぜる。いや、いいね。ああ、もうすぐ終わっちゃうね。ちょうどこの頃やの火力で料理できたら最高やけどなうん、いいね。おはようございます。ただいま6時44分。あ、なんとか天気もったね。パラパラはしたけど、うん、なんとか天気もったね。パラパラはしたけど、よしよし、ええ感じや。さあ、どうしよう、なんか食べて帰るか。もう帰るか。もう一応片付けは終わったね、昨日の夜に。よいしょ、こんな感じ。よいしょ、ちょっと手持ちになるけど、
はい、終了でした。はい、で積み込み完了です。いつもよくそれだけ荷物と犬が入りますねって言われてるので結構詰め詰め、助手席とでこっち側に回るとこれ犬のスペースがちゃんとできてますよね。よいしょ、これ後でかけるけど上犬スペース、あとはもう上だけ、もうあらゆる隙間という隙間に全部詰め込んでいくんですけどね。いやあ、毎回毎回大変っすわ。よし、まあでも今回はツールームじゃないんで、すごい荷物は少なめですけどね。もうちょっとあの辺まで積んで、助手席もミラーが見えるか見えへんかぐらいまで積みますけどね。さあ、それでは帰りたいと思う。はい、それでは安全運転で帰りたいと思います。ありがとうございました。はい、何してんのあいつ。